どうも、ヘルシオ岡根さん、自己産休チャンネルです。今日は、コンビニで買ったカップ麺食べます。なんか、こういうの激辛ゆずラーメン、アフリ。まあ、激辛って書いてあって本当に辛かったのってあんまないんだけど、まあ今日のご飯これだけ。やる気がね、全く出なくて、何なんだろうな。定期的にやる気出ないタイミングって訪れる、みんな訪れると、あ、なんかこの最初からもう、あ、これは珍しいね。最初からもう全部いろいろ入ってるんだ。へえ、これはいつ入れるんだろう。これ後からかな。柚子と唐辛子でインパクトを与えた鶏チンタンに、あ、まあすごい辛そうだけど、まあ多分食べられちゃうね。今お湯沸かしてるんでちょっと待ちます。まあだいたい時間経ったんで開けます。私はこのいつも油系のやつはこの蓋の上でこの温めることによって入れやすくします。おお、だいぶ水吸ったな。俺線通りに入れたはずなのにかなり水を吸い込んでる。でここに激辛の素を入れると、まあこれとりあえず全部入れればいいよね。あー、ラー油だな。あー、なるほど、麺が柚子の香りしてるわ。へえ。ちなみにシャツは着替えました。なんでかっていうと、さっき水を飲もうとしてこう蛇口であーってやったらちょっと水の羽が飛んだんで、ちょっとみっともないかなと思いまして着替えました。まあ辛いって言うけど、大体こういうラーメンは辛くないです。いただきます。なんかそばみたいだな、これラーメンだよね。え、これそば？ラーメンって書いてあるな。なんか麺がなんかちょっとそばっぽい、カップ麺の。うん、辛いね。うんうんうん、あ、これは割と辛いかも。これちなみに250円ぐらいだったかな。外で食べるラーメンに比べたらだいぶ安いよな、カップラーメンって。うん、でも柚子の香りがするせいでって言っちゃいけないかもしれないけど、なんかすごいさっぱりしてるな。うん、めっちゃ辛くて辛い辛いってなんないでいい香りさしてる。やっぱスーッとなるな。で、まあ今日は、まあ、こんな感じでカップ麺食べてるのがなんかね、本当に今やる気が出なくて。ゲームやっちゃ、ゴロゴロしちゃ、ゴロゴロしちゃ、ゲームやっちゃで一日が終わってるみたいな。なんかやる気出ねえなっていうね。これ羽飛んだらあれだな。まあいいか。このやる気ない気をなんとか乗り切らなきゃいけないんだけど、これはもうね、今までの経験上分かってるけど、時間しか解決してくんないんだよね。あとはもう時間が解決してくれるのを待つだけ。なんかいつの間にかね、体が動くようになるんだわ。まあちょっとその前触れを感じてる。まあ一番この最悪期を今出しつつあると思うな。みんなどうしてんだろうな、本当に。とりあえずやり過ごしてるんだろうな。量は多いし辛いんだけど、やっぱ具材がやっぱりラカップ麺は少ないな。ニンニク入れるべきだった。でもニンニク入れると夜眠れなくなっちゃうからな。うん、辛
辛いのは分かったけど、うん、辛いだけかな。うん、あと柚子の香りがするっていうのもあるけど、特に加点なし。多分リピートはないです。あとそれと、まあ前に、住民税所得税払ったけど、今度は国民健康保険の支払い表が来ました。ちゃんと7月なんでね、7月らしく、こう払いに行かなきゃならない、書類がね、まあ、徐々に集まりつつあります。国民健康保険は、昨年度は収入がそれなりに発生したので、それなりに言ってもほんのちょっとだけなんだけど、いくらだったかな、4万ぐらいだったかな、年間で4万ぐらいなんで、そんなに重くはないんだけど、で払ってきます。でそのうち今度は年金が来るんだわ。年金どうするかだね。年金はちゃんと申請すると、多分昨年の収入から判断するに全額免除になるんだよね。まあでも一応収入があるから払ってもいいっちゃいい気もするんだけど、なんかその辺ちょっと今悩んでるな。年金は免除にするか、自分でちゃんと出すか。あ、でもこれスープだんだんうまくなってきたな。これだけあったかスープでなんか飲んでたな。やっぱ生きてるとでもやっぱお金かかるね、言うて。ちゃんと税金払わにやな。会社員の頃はもっとめちゃくちゃ払ってたから、すげえ汗かいてきたな。その頃に比べたらもう全然なんだけど、昔の外資系の会社の時の給料明細を見るっていうのをやりたい、コーナーやりたかったんだけど、残念ながら全部捨てちゃったんだよな。明細を。あとはなんか他の今までの全部のやつとか取っときゃよかったね。源泉徴収票とか。まあスープもちょっとだけ残して。これで完食。あにしてもやる気出ねえな。まあちょっと物事が好転するのを私も待ってます。それじゃあ皆さん元気で。